保健習栽品の目薬目薬とは、点眼薬、点眼液の通称で、目に直接投与する液状の薬である。市販されているものと薬局で、処方箋なしで買えるもの、医師から処方されるものがある。日本薬局方においては、点眼剤として規定されている。点眼している人目の乾燥、炎症を抑えるためや、目やに、目の痒み解消に使われる。また、 単に目をスッキリさせる差し心地の清涼感を求めることにも使われている。動詞として目薬を刺すと使われる。目薬は刺激を抑えるため多くは涙とほぼ同じ pH、浸透圧に調整されている。また無菌的に製造され、一回使い切りのものを除き、無菌性を保つためほとんどの製品は防腐剤が加えられている。 回線後は早めに使い切った方が良い。その他、最近では、コンタクトレンズ利用者の目のトラブルが急増しており、眼科に訪れる客の4割が、コンタクトレンズによる、目の不調を訴えるという。そのため、ここ最近になって、瞳に潤いをもたらす目薬が注目されている。有効成分が水溶性で、かつ薬液中で安定する場合には、水性点眼剤、 水に難用であるが安定する場合は、懸濁性、点眼剤、水に難用で、かつ薬液中で不安定な場合には、油性点眼剤、水溶性であるが、薬液中で不安定な場合には、使用の都度粉末、または錠剤を、溶解液に溶解して点眼する、溶自溶解点眼剤として製造される。眼科領域で使用されるうち、点眼剤以外の材形としては目難構剤がある。 これは、油性点眼剤と同様に、主に水に、南洋で不安定な場合に用いられるが、それ以外の物性でも難膏が取られることがある。古代エジプト時代、人間が目やにに、虫がつかないように目に薬を塗っていたのが、始まりと言われている。日本では16世紀末に点眼薬の原型となる、新眼光が売られていた。これは2枚以外の片方に、難膏のような薬剤を入れ、 もう片方を使い水で薄めて目につける形式のものだった。江戸時代に入り18世紀に硫酸亜イ溶液、正規水が発売された。これは小さな陶器製の入れ物に薬液を入れたものであった。明治に入り、田口三天堂が1899年に天眼方式の目薬を初めて開発し、大学メックスとして発売する。 当初は綿棒に薬液を染み込ませたらして点眼していたが、後に瓶入りの薬液をスポイトで吸い取り点眼する方法となった。しかし、これらの方法は適量の点眼に向いておらず、不衛生である点が問題となっていた。1931年、新天堂山田安耳薬棒が量、口式点眼瓶を発明。瓶の上部にゴム製のピストンを取り付け、 目に適量を垂らすことが可能になり衛生面の問題も解決。ロート目薬はこの発明により一躍ヒット商品となるが大東亜戦争の激化によりゴムが軍事物資として徴用されたことから量、口式点眼瓶は姿を消し瓶の底を指で引いて点眼する一口叩き式点眼瓶にとって変わられた。第二次世界大戦の終結後は再度、 両口式点眼瓶が復活するが1962年、三天製薬が従来のガラス瓶に代わりプラスチック瓶を採用したスーパーサンテを発売。壊れにくく柔軟性があるプラスチックの採用により持ち運びが要因になるとともに容器自体を指でへこませて適量を眼することが可能になった。現在の一般的な目薬は点眼口が容器の上にあるが、 田辺製薬が容器の横に点眼口のあるサイドドロップ容器を開発2001年度グッドデザイン賞を受賞した。先端恐怖症で点眼が苦手な人でも簡単に点眼することができる。現在発売されている容器は中央部がやや凹んだ形のものが多くなってきている。これはより点眼が容易かつ確実に行えるように工夫されたものである。講炎商材。 ビタミン剤、血管収縮剤、抗ヒスタミン剤など。医療用ではこの他に、賛同剤、宿道剤、眼圧効果剤、白内障治療剤、ステロイドホルモン剤、抗生物質、局所麻酔剤などがある。目薬が原因で人が死に至る場合もある。1957年3月6日付の読売新聞に目薬を転換した54歳の 女性が目薬が原因でショック死したとの記事が書かれている。目薬と間違えて水虫薬など敵化型の容器に入った薬品を転眼し負傷する事故が発生している。その防止のため厚生労働省は新たに認可する水虫薬についてはノズル部分を赤、黒、茶色にすること敵化型の水虫薬を引き続き販売する場合は 容量を1 0トル以上にするなどの対策を製薬会社などに通達している。薬局で市販されている目薬目薬の製造には専用の生産設備が必要なため、これらのメーカーの中には OEM も多い。例えば、時は薬品工業が配置用に発売している ISV クールはロート製薬が製造している。ありがとうございます。